ここなかなか届いた、届きました、見事に。ちょっとまさかの9番手で行かないという、まあ、多分かかりが良かったんでしょうね、うん、吉田拓也もそこを警戒して、うんうん、かますスピードが緩むところがなかったっていう感じで、うん、で、まあ、ホームから1コーナーにかけていけそうかなっていうポイントはあったんですけど、多分行ったら出れてなかったようなかかりではあったんですね。まあ、古城さんや浅井さんも太田龍馬への警戒度もある中で、まあでね、逆に内側が楽になったんで、うん、まあ見ながらっていう感じで、ちょっと入るのが早かったかなっていう、スピードつけすぎたらちょっと追突しそうになるんで、ちょっとバック入れながらのコース見ながらっていう感じで、はい、私今までに何回というか300回、500回ぐらいは見てきてるような気がしますけど、小倉さんのこのレースはやっぱりファンのしびれるものがありますけど、ちょうど300回目ぐらいのコース取りだったんで、本当、はい、ここは全日本も決勝になってて、うん、今の今年の、はい、まあ、流れですね、全ては。今日もたまたま内側が空きだったっていうのもあったし、うん、で、足的にすごい絶好調っていうのもここ最近もないし、はい、まあ、展開に恵まれて、前回もマーク3つつけたんで、やっとサシがついたかなっていう感じで、確かに、はい、まあ、サシがつくのは、うん、あのうちしかないですね、僕は、はい、確かに普通の番手回ってきてという、はい、ことの方が珍しいですね。まあこの流れを大事にしていきたいです、はい、決勝も一緒に、はい、頑張ります。